はい、よいよ。ただいま。クロスヒート店内において、オーストラリア対日本のですね、配信の、まあ、オンデマンド配信のやつなんですけども、見ておりまして。日本代表のスローインからの差し出し。抜けていった。ああ、倒されたが、ああ、ここは。さあ、もう一丁。右サイドで流していって、シュート！ああ、キーパー。弾いたね。ちょっとバレーボールのレシーブみたいになっちゃいました。キーパー、オーストラリアのキーパーがちょっと弾いていってさ、しかしさ、日本のペースになってきたかな。南野に代わって三笘が入ってます。で、その三笘がね、ネタバレすると2点決めちゃったんですけどね、間もなくその瞬間です。はい、サクサピ打って、あー、ダメだー。ダメかー。あと、三笘のドリブル。あー、これを、ディフェンサー抜いて、ダーと倒された。倒されたが。三笘もね、しばらくジュピラリーグをね、怪我で欠場していたので、大丈夫かなと思ったんですけども、いやー、完全復活なったと思います。オーストラリアのベンチももう、最後ラストカードを切りに行くのかって感じですけどね。これさ、もう一度、でも、これ、オーストラリアのスタジアムも、こうなんかカッパ、レインコート着てる人が多いですね。雨ですと、これ。さあ、伊藤、タレミ、ウレイ、この3人が、だから、4点で、4点、4点、4点となっていたんですけどもさ、中盤から繋いでいって、さあ右に展開。それを流していく。さあまた右へ。さあこのクロス。あと中へ。ボールはまだ来ている。そしてシュート決まったー、ゴー、すごい。三笘薫がこれ、ぐわーって。ポイチの前にドアンに寄ってかかったんですね。ポイチさんじゃなくて。うわぁ。森保監督じゃなくてドアンの前に。そして一方のオーストラリアのベンチは、あと2、あと1分2分というところで、あーという。すげえ。もう一度。右サイドから。クロスが入って、これをシュート。雨で止まったところ、いつものスピードじゃないところだったんで。それでこれが、しかしこれはオフサイドじゃないかというね、声もあったんですけども、これはゴール認められましたね。これ、だから抜けてった16番。だから代表選手抜けてったのの、オフサイドだろうっていうことですよね。それがあったんですけども、それは認められず。ということでして。で、結局日本のゴールが、はい、審議の結果、VAR で認められて、オーストラリアのキックオフ。からまたもう一点三笘がゴールを生むんですが、はい。まあね、この前の
ね。っていうか、20日のグルージャ戦、グルージャ対栃木戦の栃木の瀬沼のゴールも、あれはね、ほんと、ピッチが完全に濡れてた状況だったんで、濡れ芝、もう、重馬場みたいな芝生の中で、うん、ね。そういう感じだったんですけども。さあ、アディショナルタイム。オーストラリアのバックパスからの、さあ、ここは、さあ、日本が、取りに行きましたが、ここは、ダメか。はい。アディショナルタイムが4分となっておりますが、このアディショナルタイム4分のところでですね、最後、もう1点入ったと。さあ、オーストラリアがフリーキックというところですが、4番、今、伊藤純也とこれは原口かな、うん、そういう感じですよ。さあ、フリーキック、権田がパンチング、そしてさあ日本ボールになる。これ伊藤純也、オーストラリア選手に当たって、ワンタッチということで、まあ追っていった、まあ、不可を言わしません、森田秀正です。さあ、このまま行きますと日本が勝ち点21、そしてオーストラリア勝ち点15となりますので、これで上位ですね、 B 組の上位2つが決まることになります。さあ、原口から、あ、ここ原口元気ね、彼も頑張ってるわな。林雄介はもう森岡ゼブラまで落ちたのに、あ、失礼、あ、失礼ですね。まあ原口元気と林雄介をね、引き合いに出すともちょっとどうかなと思ったんですけどね。まあさ、三笘から一旦下げて、さあまた原口だ。原口。さあ中、3人、4人いるが、まあ、三笘、ドリブルシュート、あーキーパー、なんとキーパーが今度はファンブルしたのをトンネル、攻撃してしまいました。日本2点目。三笘薫のドリブルシュート、オーストラリアのキーパー、オーストラリアキーパー、ライアン、やっちゃいました。ランゲラックだったら分かんなかったのに。しかしこれでも、日本、もう、この時間での2点目、もう、それまでの88分は何だったんだって感じ。もうその最後の、アディショナルタイム、終了間際の爆発力、三笘薫。ああ、ちょっと、取り損ねたって感じですね。これがジュピダーリーグ首位、ユニオンの主力選手、三笘の力なんです。よーい、はい、ポイチ。よし、ちょ、そして、今、試合が終わりました。三笘薫のこの2点で日本が首位、そしてね、日本が B リーグ首位に立ちました。そしてオーストラリアがですね、この敗戦で、ね、ワールドカップ出場権はプレーオフに持ち越しということになりましたのでね、さあ上位2位以上が確定しました。はい、もうマヤさんも三笘に、まあこれが本当は東京オリンピックで見たかったーっていう感じですけどね。はい、89分90分プラスアディショナルタイムのね、2点すげえ三笘。これ明日のベトナム戦どうかな。